何年か前、私のオーナーは私に店を預けていきなりどこかへ行ってしまった。どこにいるやら、何やってるやら、いつかは帰ってくるのかしら。私はロボットでよかったと思う。いくらでも待っていられるから。新しい熊手を買いに行ったほんのちょっとの間だったけど、天気は付き合ってくれなかった。ああ、うちまで持たないな、こりゃ。地形の すみませんでした。安心しな、いい病院があるから。先生が知り合いでよ、遠くのでけえ病院よかったよりなら。先生、もう大丈夫。雷は体の外を通ってたし、髪と皮膚が焦げてるから 2,3 日かかるけどね。ロボットの患者さんなんて久しぶりだわ。 2,3 日、重症に見えました。もうお話もできるわよ。いや、おじさん、こりゃ3日で治るって設定だけんど、
大げさに見えるけど、皮膚のコーティングだけだから。おじさん、あの。あ？高弘には内緒にしてね。おお、でも迎えに来んときくらいはいいべ。明日また顔を見に来っからよ。ああ、なんかいる？できれば着替えを。勝手口が開いてますんで。ああ。じゃ、適当になんか持ってくるわ。まあ、のんびりしなよ。すいません。よろしくお願いします。心配いらないわ。ちゃんと面倒見るから。翌日、一次コーティング終了。あらあら。あ、出来が荒いんで心配なのね。はあ、大丈夫。今は下地だから毛羽立ってるのよ。二次コートと仕上げでしっとりすべすべになるわ。はあ、そうなんですか。髪も新しくしたの。焦げてたからね。前と同じ髪の毛よ。やっぱり色が変わっちゃ嫌よね。安心しました。本当に、なんてお礼を言ったらいいのか。お礼はあのおっさんに言ってね。明日は一日で終わるから、明後日には帰れるわよ。なんだか涙が出てきた。本来、私の涙腺は瞳を潤すためだけのものなんだけど、こんなことは一人で月金を引いてる時なんかにはよくあった。それとは別の感じだけど、こういう気持ちも好きだな。帰りの日。アルファ、帰るよ。髪型変えたの？違う。うわ、なんだこりゃ。新品の髪の毛だから馴染むまでピンピンなのよ。どれくらいで馴染みます？まあ一週間くらいかしら。一週間。また涙が出てきた。気持ちは全然違う。おじさん、あの、ありがとうございました。何せいだかよ。礼は先生に言ってくれればよ。あの、私、お礼するものがないんで、お二人にはコーヒーをずっとサービスで。なんだかな、いいじゃんか、別によ。家族みてえなもんだしよ。あんだ、あんだ、鬼だったよ、ほら、え。嬉しいんです。ありがとう。
コーヒーを入れる用意をしていなかった。ネジが緩んでる。豆は焦げちゃったけど、いつもと同じコーヒーの香りがする。上出来上出来。
海の音が聞こえる。波に揺られどこまでも空を仰ぎいつまでも魚の夢見て漂えばそこにひとつ風が吹いていた。走る雲を追いかけて古い街を通り抜け行くあてないままさまよえばそこにひとつ風が吹いていた。カメラのサラサラしたボディを撫でていて、いつの間にか午後になっちゃった日。初めの頃、オーナーに連れてってもらったところ。なんで忘れてたかな。おじさん。おお。やっほー。アリ、どこ行くのさ。個人的イベント。あんだそら。確か北の町に行った時に、今はもう懐かしさとイメージだけだけど、明るいうちにつけるかな。
ここだ、やっぱり。なんか感じが違うけど、ここだ。アルファさん。ああ、やっぱり。先生。ここにはよく来るの。あ、いえ、前に一回だけ来たような。先生、今日は？北の町に用事があってね。ここにはよく？たまにね。日が沈む頃から気持ちが高ぶってきて止まらなくなる。そうね、ここには昔の街灯がたくさん残っているわ。多分あなた昔ここでこの夜景を見てるのね。今はただの林になっているところも、海の上の街灯も光る。かつて実用のために光っていた街灯、今はただ光るためだけに光る。見る人はいないけど、こんな花もあっていいわね。昔の人が残してくれた光の花。
祭りのようだった世の中がゆっくりと落ち着いてきたあの頃、時代の黄昏がこんなにゆったりと来るものだったなんて。後に夕凪の時代と呼ばれるテロテロの時間、私は多分この黄昏の夜をずっと見ていくんだと。